回はいちごドームケーキでギミックケーキのクリスマスバージョンを作ります。材料はこちらです。はい、それでは早速作っていきます。まず最初に溶かしバターを作りますので、万能カップにバターを入れています。入れます。で、これは 50g、 バターは 50g で、保温50度でスタートしていきます。で、この間にスポンジケーキを泡立てていきます。今日はフードプロセッサーのウィスクになります。で、卵は2個、で、オーガニックシュガーが 90g です。ちょっと多いなと思う人は自分の好みで減らしてください。全部入れましたら回していきます。最初はパドスで回してもらって、最後は握ってもらったらよく混ぜるまで、白くなるまで混ぜていきます。はい、ちょっと白っぽくなってきましたので、こんな感じで終わりたいと思います。で、これをミキシングボウルに入れていきます。では、ボウルに小麦粉をふるっていきます。ここは90です。そしたらざっくりと混ぜて、ここに溶かしバターを入れていきます。危ないのでフォークで取ってください。はい、溶かしバターを入れていきます。その時にはヘラに当てながら入れていくと、バランスよくきれいに入れられます。で、ざっくりと川の字、3本の川の字を書くようにきれいに全体を混ぜていってください。で、ここに最後にバニラエッセンスを 2,3 滴入れていきます。はい、できましたらこんな感じです。はい、ではクッキングシートを畳んで切ってもらい、中フライパンに入れていきます。で、先ほどの生地を流し込んで、シュガーが大さじ3です。では混ぜていきます。
最初はパルスで全体をなじませて、その後はオンです。はい、8分立てぐらいになったら染めます。これぐらいです。はい、それではトッピングを作っていきます。まず生クリーム半分ぐらいは、具のために使います。あ、3分の1かな。で、缶詰とか、いちごとかをカットしたものです。いつは全部ちょっと水分はざるでこしてあります。で、これを混ぜておきます。これは中身の具になります。で、次は、残りは、全体になじませるっていうか、その塗るのと飾り付けに使います。していきます。ミキシングボウルに、サランラップをしていただいて、この底と一緒の大きさに1個はカットしておきます。で、3枚目の1枚をここの底に全体に入れていきます。感じで入れていきます。そしたらここに最初この作ったケーキを入れます。ケーキ作った具を入れていきます。こんな感じです。そしたら次に2枚目を重ねていきます。今回はここにギミックを作っていきます。これを全部入れます。この大きさにカットしたものの残りがあるので、これを上手に蓋のようにここにしてもらって、なるべくきれいに入れると生クリームがそのギミックのところにつかなくて済むので、きちんと入れてもらって、つなぎで少し生クリームを入れます。それはもうデザートがあった方が美味しいので、こちらの中に入れていきます。で、こちらに最後蓋をしていきます。それでは最後のトッピングに入ります。お皿の上に、このように置いていただいて、ボールを取ります。はい、このように抜いてください。そしたら、お、ちょっと漏れてくるのは上手に蒸すなり冷めるなりしてください。美味しい。それでは全体に流していきます。
し飾りを作っていきます。下の方から飾っていきます。で最後にアラザンを上手に散らばせます。はい、できました。完成です。それではカットしていきます。こんな感じです。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また調味料や調理器具のことで聞きたいことがありましたらコメント欄にてご連絡ください。そしてインスタグラムブロッシングオブジェアスもどうぞよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた会いましょう。良いクリスマスを。